早速登場してもらいましょう。はい、時任亜美ちゃんの登場です。お願いします。お願いします。
嬉しいですね、皆さんが手拍子してくれることは。なのでこの後のね、アーティストさんも必ずこう母体でね、迎え入れていただきたいなと思います。それでですね、まあちょっと私事になってしまうんですけども、こうやってベトナムフェスティバルもそうですし、ベトナムで開催されるジャパンフェスティバルも出させていただいてまして、ベトナムがすごく大好きになったんですね。あのトイティベトナムなので、アジアを中心にチャリティー活動も始めました。で、過去には制服だったり文房具、あと一番大きいものですと井戸なんかもベトナム の、 あの山奥の方に寄付させていただきまして、でこのステージの後なんですけれども、一番皆さんから見て一番左後ろにあるブースで、そのチャリティーのチラシ配りをやらせていただこうかなと思っていますので、もしお時間がある方がいらっしゃいましたら、直接なんていうんですか、会話もできますので遊びに来ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。では、最後の曲なんですけれども、最後はもっともっと皆さんに参加していただきたいと思います。最後の曲、オーイエーという曲になります。オーイエーという曲にはベトナム語が2つ入っています。1つはトイイーベトナム、ベトナム愛してるよという意味ですね。もう1つ、また皆さんに会いたいのでヘンガプライ、この2つが入っています。この2つを皆さんも一緒に歌って、一緒に踊っていただけたらと思います。こんな曲です。ちょっと練習してみましょう。Oh yeah, Thai, Vietnam, yeah yeah yeah.
ドクター亜美さんでした。どうも。はい、今もちょっと説明ありましたけれども、はい、今プロジェクトどういうプロジェクトをやってるの？はい、時任亜美アジアチャリティープロジェクトというプロジェクトで、はい、アジアを中心に勉強がなかなかできてない地域ってあると思うんですよ、はい、その子たちにもっともっと勉強の素晴らしさを伝えたいなと思って必要なものを寄付しています。そうね、はい、勉強ってちっちゃい時にやるの嫌いなんだけど、はい、嫌いでした。あとになってからやっとけばよかったなって思うことが結構ありますからね。はい、うん、それで勉強してもっともっと日本に来ていただきたいなと、はい、思いましてやっています。もっと日本を好きになってもらってっていうことで、ね、はい、でこの後じゃあここの会場の外のところ、はい、あちらでチラシ配りをやらせていただきます、はい、ぜひとももらいに受け取りに来ていただけたらと。で亜美ちゃんと直接お話ししてください。もちろんです、はい、ドクター亜美さんでした。もう一度お願いします。